過剰にフッ素がこの歯の方に行き過ぎて、はい、歯の表面にこう白い白濁ができてしまう、はい、でお母さんお父さんがこの量を把握してないと誤った使い方をしてしまう可能性もあると思うんですよね。もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日はフッ素って何意味はあるのか問題についてやっていきたいと思いまーす、はいはい、で、歯磨き粉買いに行ったらなんかフッ素なんとかなんとか何パーセント何 ppm とかで出てくるんですけど、はい、本当に意味あるんですか。さすがにこれ意味なかったらやばくないですか。ですよね。今日はその謎に迫っていきたいと思います、はい、歯がボロボロでどうしたらいいかわからない、アスクラピア東京はそんなお悩みを解決するためのチャンネルです。ここでしか聞けない情報を惜しみなく発信していきますので、お見逃しの内容ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。はい、じゃあ結論でございます。フッ素なんですが虫歯には効果があるが歯病には効かないです。言わせるんですよ、はい、ここ、はいはい、そもそもフッ素ってなんでそんな虫歯には効くんですか。フッ素がお口の中に入ってくるとですね、エナメル質ってよく皆さん聞くじゃないですか、はい、体の中で一番硬い組織、歯の外側を守ってくれてる組織です。歯の外側ですね。外側です。そうです、はい、ここの部分の中を細かく見るとハイドロキシアパタイトっていう物質があるんですよ。なるほどなるほど。じゃあ歯の外側はハイドロキシアパタイトなんですね。そうなんですよ、うん、はい。そこの物質にフッ素がくっつくとですね、はい、フルオロアパタイトっていうものに変わるんです。なるほどなるほど。フッ素を入れることによってフルオロアパタイトになる、はい、ということなんですね。その変身によって歯が強化されるということですね、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあちなみにフルオロアパタイトにする方法、要はフッ素をお口の中に入れる方法っていうと大体歯医者さんにね塗ってもらうのかな、そういうイメージがあるんですけど、はい、それ以外にもあるんですか。あります。皆さん歯医者さんでフッ素塗りに行くっていうイメージはあると思うんですけど、はいはい、先ほど冒頭でもお話したように市販の歯磨き粉の中にも実はフッ素って入ってるんですよ。でそれ以外にも洗口剤っていってブクブクするタイプのものにも入ってることがありますよね、はいはい、ちなみになんですけど虫歯の洪水なんて言われた団塊の世代が育った頃っていうのはすごい日本でも虫歯の罹患率が多くて、はい、国が困っちゃってね、医療費が上がりすぎましたって言ってやった施策とかもあったんですか。ありましたね、はい、これはフッ素を水溶水の中に入れちゃえってやつなんです。結構過激ですね。なんかお薬を入れちゃうってことですか。そういうことです。で蛇口をひねったらお薬入りの水が出てくる、出てくるですね。でそれでまあ普段飲んだりとか、まあ、うがいしてたら自然とフッ素がお口の中に入っていくよっていうのがフロリデーションっていう。難しい言葉出た。皆さんフロリデーションですよ、はい、それを日本でもやってたんですよ。なんですがまあいろいろな問題で今はもうやってるんです。なるほどなるほど。その問題について深掘りしていきたいなと思うんですが、これ歯がフッ素症って言われてるものが実はあったらしいんですね。要はフッ素っていうのは適応量を入れていけば確かに歯はすごい強くなるし虫歯になりにくいっていうのが分かったんですけど、実は一定量以上入れるとやばいぞっていうことも起き始めたんですね。それが歯がフッ素症っていうことなんですけど、これはどういった状況なんでしょうか。これはフッ素が入った水を普段の水道水なんで飲料水として飲む人もやっぱいるじゃないですか。それが体内に入ることによって特に子供の場合、歯ができるときにその過剰にフッ素がこの歯の方に行き過ぎて、はい、歯の表面にこう白い白濁ができてしまうっていうのがあるんですね。それは歯がもう歯茎の中にいる段階のときに。そうです。歯が形成されるときにそういったフッ素が過剰に入っていくとそういったものができるっていう。ということは高い濃度のフッ素を塗りすぎてもそんな歯がフッ素症にはならないんです。そうです。基本的にはならない。なるほどね、基本的に歯が出来上がったものに関してはフッ素を取りすぎてしまっても大きな問題っていうのは起きにくいっていうことで、うんはい、ドクタリン大丈夫かなっていうふうに思います。飲み込むのは良くないですけどね。飲み込むのはダメなんですね。じゃあフッ素は出さなきゃいけない。そうです。歯医者さんで塗ってもらったフッ素をそのままごっくんってするのはあんまり良くないですね。皆さん聞いてください。これそうですよ。歯医者さんで塗ってもらったフッ素に関してはきちんとうがいをして出しましょう、はい、そして歯磨き粉に関しては飲んではいけません。なお必ずよくゆすいで出していただければと思います、はい。整理すると虫歯が多くて国は困りました、フッ素やっていきましょう、でやりすぎて困りましたって言って、うん、実はごくごく最近までそのフッ素濃度が下がった時期があったんですよね、はい、下がった時期って言っても本当に今年とか去年とかそういうレベルなんですけど、うん、実はもうちょっと上げてもいいんじゃないっていうそういうエビデンスが出始めたんですね、うん、でこれについてドクターリン続けて解決していただいてもよろしいでしょうか。はい、昨年ですね、小児歯科学会をはじめ4つの学会が、うん、こう合同で声明を発表したんですけど、おお、なんかすごいですね。基本的にこのお子さんですね、はいはいはい、6歳以下のお子さんに関してのフッ素の濃度の上限ですね、が上がりましたよ。上がったんだ。もうちょっと高濃度の使ってもいいですよっ
っていうのがこの4つの学会から合同で声明が発表されたんですね。すごい。で、具体的に説明すると、まあ、これ資料も出てるかなと思うんですけど、2歳から6歳まではこのフッ素濃度が大体 1000ppm まで OK だよっていうのが出てます。あ、結構な高いイメージ。高いですね、はい、そうなんです。で、まあ、2歳からこの3歳、5歳っていうので量はちょっとやっぱりコントロールした方がいいよ。あ、量でコントロール。なるほど。やっぱりこうペッてうがいができない、うん、吐き出すことができないので、小さい2歳未満のお子さんにはまあここに書いてある米粒程度っていうので、まあ、3歳、5歳になってくるとちょっと多くても、まあ、ペッて吐き出せば問題ないので、うん、グリーンピース程度で、ここ6歳のところからもう変わったんですけど、うん、今までその6歳から14歳はフッ素濃度が 1000ppm までだったんですね。ただ今回の声明で6歳からはもう大人と同じ 1500ppm まで使って大丈夫だよっていうのが出てます。なるほど、それは素晴らしいですね。そうなんですよ。なのでもう全体的にフッ素濃度がこう高くなってよりこう使っても大丈夫だよっていうふうになってます。これ怖いのは、うん、例えば市販されてるもののフッ素濃度も上がるわけじゃないですか、うん、でお母さんお父さんがこの量を把握してないと誤った使い方をしてしまう可能性もあると思うんですよね。歯磨き粉の量もちろんです、もちろんです。その子供用とかっていうのがあるので、うん、もし不安な場合はまずそこからちょっと探してみていただくのがいいと思います。なるほど、なるほど。ただまあそもそも論なんですけど、濃度が上がったところできちんとうがいをして吐き出せるようであれば全く問題ないと思います。 はい、そして1回2回間違えて使ったぐらいでは歯がフッ素症とかそういったことは全く気にする必要はないですから、過剰に心配するのだけはやめていただければと思います、はいはい。はい、そういうわけでいかがだったでしょうか。でそもそもね、我々のチャンネルの視聴者さんではもう本当にシビアなことを悩まれている患者様がいらっしゃるので、はい、もう最初に言ったところですよ、虫歯で重度に悩んでいる方っていうのは非常に効果があるかなというふうに思います。ただ歯周病に関してはここは直接的なエビデンスっていうのはないと思いますね。うん、なのでぜひね、このエビデンスに詳しいフッ素博士だみたいな歯医者さんはぜひコメント欄にね、いただければと思います。よろしくお願いします。いや、歯周病には直接効くというエビデンスはないというポジションで我々は臨床をやっておりますので、まあ、確かにフッ素をつけるとなんか汚れがつきにくいようだとか、虫歯をやることによってプラークコントロールが良くなって結果として歯周病が良くなるっていうような間接的な結果っていうのは報告されているような話も聞くんですが、直接的にフッ素を塗布するから、あるいはフッ素の、ね、うがいをするからって言って歯周病が良くなるってことはないので、ボロボロの人に関してはまあそこまで、そうですかね、効果があるかっていうと非常に効果は限定的かなと思います。はい、いろいろな治療方法だとか薬だとかいろいろな概念とかっていうのも出てくると思うんですね。そういったものに関しても分かりにくいよってことがあればぜひコメント欄にいただければと思います。アスクラピア的視点を発信していきたいと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。